スコミックチャンネル。明治神宮野球場、東京都内に存在するその場所は1926年に開場した歴史ある野球場である。現在は東京ヤクルトスワローズの本拠地として使用されるほか、高校、大学など学生野球の試合も行われている。そしてこれは本編とほぼ全く関係ないが、ツバメの両親が出会い結婚するまでに至る思い出深い場所でもある。ねえねえ、おお、やっぱここが一番いいわ。明治神宮野球場外野席。うん、いや、兄ちゃんから誘ってくるなんて珍しいね。おうよ、たまには兄の威厳でも見せてやろうかと思ってよ。威厳？あ、これは神宮限定のお食事お飲み物券1万円プラス500円のおまけ付き。では遅めの誕生日プレゼントだよ。これでしばらくは食うのに困らないだろう。存分に食え。やったー、ありがとう。金が余ってんな、独り身の童貞はよ。おい、さてじゃあ早速使わせてもらおうかな。今日は何食べるか決めてあんの？ね、あ、せっかくだしシェアできるの買おうか。やっぱウィンナー盛り食べたいな。シェア？食べ物の前では冷酷無惨なお前がシェア？子供の時の話でしょ。男か、誰の影響だ。おい、違うって。でも使え、うるさい。さてと、ざっとはこんなもんかな。おー、お酒のおつまみメインで集めてみました。酒粕の豪遊って感じでいいね。こっちは唐揚げ組、ジンカラとヤクルト入り唐揚げ。まあ唐揚げはいくらあってもいいでしょう。ジンカラね、最近こういう球場ブランド的な飯増えたな。球場飯に力を入れてるってことだよね。嬉しい限り。あ、あ、うめえじゃんジンカラ。衣がカリカリしてる。これニンニク醤油、酒が進みそうな味してるな。ほんとだ、一個がまあまあでかいし満足感もあるわ。野球場でこんなに本格的な唐揚げが食べられると。これにジンレモが合うんだな。メロンソーダ杯でよかったの？いいんだよ、俺は山田を愛してるから、いついかなる時でも山田に貢ぐ。みんな大好きメロンソーダ×ウイスキーのお酒、ノンアルもあるよ。あ、そう、ちなみにどんな感じなの？山田を侮るなよ。おお、飲みやすい。これはお酒苦手な人でも飲めるかも。炭酸だし揚げ物合うぜ。それはそれとして、このヤクルト入り唐揚げ本当に買ったんだ？へえ。いや、自社製品使ってるしふざけてはないだろうと思って買ったんだけど。肉柔らけー。ジンカラとは違うタイプの唐揚げだな。ヨーグルトにつけて肉を柔らかくする的なあれなのかな。ヤクルト感は別にないけど、ジューシーで普通にうまい。お、ジンレモなくなっちゃった。これはビールだな。お姉さん。はい。俺も酒おかわり。これで。お待たせいたしました。おつまみたくさんいいですね。え、あ、そうっすね。神宮は食べ物美味しいんで、つい羨ましいな。お酒とおつまみに野球観戦最高ですね。楽しんでいってくださいね。うり子さんは眼福だな。やっぱ神宮はビールだよな。おい、山田はどうした？お黙り。そんなことよりビールと言ったらウィンナーだろうが、冷める前に早く食べるわよ。ぐ、露骨な話題そらし。いつもそうやって都合のいい。彼女できないのもわかるわ。お前だって仲間だろ。うるさいね。趣味が恋人の25歳独身女性。はぁ？ひぃ、おっかね。静まれ。うわ！
うん、パリッとしてる。うまいうまい。ルージャパンのウィンナー盛り、神宮と言ったらやっぱこれでしょ。特別秀でたところはないんだけど、神宮来るといつも食べちゃうな。わかるねえたっくん見てあれ隣めっちゃ食べてない？おいしそう隣の席のカップルに見つかった。ん？彼女さん、外野席にしては珍しい格好だ。ライトなファンなのかな。かと思えば彼氏はがっつり応援スタイル。彼氏さんがファンで今日は連れてきてもらったってとこだろうか。なら格好とか教えてあげればいいのに。うん、いや考えすぎだな。しかし6回裏終了。この時のツバメの予感が的中し、隣の席のカップルは修羅場を迎えることになる。打球を追うとちょうど視界に入ってくる。どうしたん？ねえねえ、ビール頼む？別にいい。遡ること約3時間前、彼女新井理恵は、よし今日も漏れてる、彼氏に誘われて今日初めて球場に足を踏み入れた一般人であった。対する彼氏上田隆25歳。あ、野球場来るの初めて？応援団近くの席すげー楽しいから。 SNS のプロフィールに生まれる前からヤクルトファンとか書くタイプの熱狂的野球ファン。そんな彼なりに理恵に楽しんでもらうためチョイスしたのがこの外野応援席であった。外野応援席とはホームベースから一番遠い場所に位置し、ファン一丸となって声を出し選手を応援する場所である。神宮は座って応援シートなど外野でものんびり見れる席もある。要するにルールはさっぱりという理恵のため、まずは雰囲気を楽しんでもらおうというのが今回の高志の計画だった。確かに外野応援席は野球場の楽しい雰囲気を一番肌で感じられる場所だと言えよう。しかしいくつか注意点がある。まず拘束時間の長さ。単純に考えれば試合時間の約半分が応援に当てられる。その間会話は非常に困難になる。ルール確認などの会話もスムーズに行いにくい。そしてそのまま進行する3時間にわたる試合。外野席は正直言って試合が少し見にくい席ではある。選手も遠く見えるのは背中ばかり。初心者だと試合の流れを把握しにくいかもしれない。環境も正直に言おう、あまりいいとは言えない。やじ、ブーイング、リエにとってどれも馴染みのないものであった。また外野席は値段こそ安めなものの、設備もそれ相応といった場合が多い。背もたれもなく硬い簡易的な椅子、ドリンクホルダーもない場合が多い。このような状況だとあるハプニングが起こりやすくなる。あ、すみません。そう、ビールこぼしである。これはあらかじめ荷物をビニール袋で包んでおけば回避できた。すぐ拭きますんで。うわ、やったが、彼女同伴での初の野球観戦、浮かれたたかしはすっかり忘れていたのである。こういった細かなすれ違い、不満が積み重なり、6回を迎える頃にはリエのストレスゲージはフルになっていた。そして場面はツバメたちに戻る。あれ、お隣さん帰ったの？まだ7回なのに。サンキュー。あ、はあ、そうっぽいね。なんかすげえ揉めてたよ。俺カップルの生喧嘩生まれて初めて見たかも。隣だからすげえ聞こえた。ううまあでもあれだよね。ん？あんまり楽しそうじゃなかったな、彼女さんの方。付き合いでもせっかく来てくれたんならさ、目いっぱい楽しんでもらって一緒に同じもの好きになったらいいよな。その点で言えばエスコートの自信あるわ俺。観戦デートやってみてえな。はあ、兄ちゃん、実践の機会ないのに何言ってんだよ。ムカつく。お前、今日兄から実質1万円もらったのもう忘れたの？まあ確かにそうだな。好
好きになってもらうための第一歩って大事だよな。もっと親身になって、親身に。ピザ食べるよ。もっと食べな。うん、私ももう少し気をつけるか。出会い欲しいよ。なんだかんだ仲直りしてる。もうチャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、グッドボタン、コメントも待ってます。